こんちの、ドラの数だけ麻雀したい麻雀依存症 VTuber、こんちのちのでーす。おはようございます。何があったかは知らない。私は何も知らない。ということで。今日は、ジャンタマがメンテなので、配信は、ズボージやっていこうと思います。何も見ていない。いいね。何も見ていない。あ、ちょっとあれ非公開しなきゃ。待って、アーカイブ非公開してこっちょんで。まずい。やばい。まずい。どこ？これ、ストップ。これ、ストップ。公開。よし。とりあえず、OK。よし、やるぞ。気を取り直して。ちょっと、座る位置が良くないな。アルベルト、ヘロー。Thank you。むっくり。ソラニさん、おはよう。何があった？何もないです。わかんないです。おはようございます。よいしょ。あ！危ない。何があった？今日メンテなんだよ。知ってる？生きていけないね。今日は。生きていけないですね。ジャンプしてかける。今日暑いな。え、あ、そこもう11時か。なんかソライヌさんにしては早起きだなと思ったけど違ったわ。あいこ聞いてる。早く言ってくれ。ちょっと早く言って、もっと早く誰か気づけ。ちょっとね、アホな配信をやろうと思ったけど、やめたわ。でも、なんか、キャパオーバーだった。やっぱり私は一個のことしかできない。あ、XD さん、にゃおにゃお。グッモーニング。よいしょ。いいね。今日なんか調子いいのでは。ういー。いや、もうメンテだよ。もうやれないよ。もうやれないよ。残念だったね。配信戻って開き直そう。でもうなかった。見せないよ。見せられないよ。うまい。見せられないよって。何時もね、夜の8時。あ、夜の8時です。うん。あ、乗った。なんか、なんか、かぐや様の準備しようやって。かぐや様、私全然知らんけど。なんてよ、どういうこと？夜の8時とか、酔いが出る時間。麻雀やってるやつは大体悪い子が多いってこと。1億ずつ配る面ってすげえな。盛り上げていただきありがとうございますね。地の悪い子を覚えた。怖っ。
妖怪か何かですか。なんで？やだ、もうつぼやりたくない。ポケモンにしようかな。あはーん。いや、つぼやりながらやるはちょっと無理だった。朝ごはん食べよう。食べてない。私も食べてないぞ。食べるんじゃない。食べるんじゃない。If you fall, you will say, お兄ちゃん。お兄ちゃん。Oh, no, no. No, no, no. 酔っ払いのテンションはどこ行った？酔っ払いのテンションは、あー、もちろん、あー、出てたことない。待て。伏せ。おかわり。お手。If you are if もしあ下まで落ちたら、じゃあ一番下まで落ちたらにしようか。アイルアイアイバック、スタートスタートアイ、maybe, maybe, I back start. I スタートまで戻ったら、スタートまで。maybe, I back start. ファイレット。パイレット、アルベルト、You can ready。 ちのちゃん、転本はしないの？じゃあアカウント作るとこから始めないといけないですね。再び失敗しました。 No.私がスタート地点に戻ったら言います。 I will say when I return to the starting point. I will say when I return to the starting point. Okay?パプリーカパプリカか。またやる？じゃあ600人記念配信にパプリカ入れるか。スタート地点、スターティングポイント isサムネイルポイント。This point is safe. ポニー再チャレンジで、コブダイさんいらっしゃい。なんか始まってる。ムッタイチョウさんいらっしゃい。ポニー歌おうか。ポニーね、ポニー高いもん。またこのアーカイブ消えることになっちゃうわ。ちょっとやめとこうかな。セーフ。お兄ちゃん日記、お兄ちゃん日記。スタート地点って相当よ。スターティングポイントは相当ですよ。ないない。あ。サムネイルポイント。さすがにスタート地点はそうそうないぞ。ちょっと下手になったね。なんてこと言うんだい。
でもマウスの感度があれかな。そんなことないでしょ。おはようございます。よし、あ、違う、酔ってるからかもしれない。なんか二日酔い的なやつかもしれないね。あ、胸落ちると思った。あ、音量強いつける。あおー、多分つわーそういうことね。そういうことか。そりゃ無理だよ。音量強いどこだ。あれ、あ、ここか。あった。つついて、あ、待って。よしよしよ。音量。ナミモンさんいらっしゃい。お兄ちゃん大好き。二日酔いのお化けが。お化けが？よいしょ。です。どういうこと？どういう打ち方？ダン好き。違う違う、ちょっと海外に来めっちゃ笑っとる。お姉ちゃん、お姉ちゃん、スタート地点までは落ちんって。ちょっと OK。 K さんの勉強する？不K さんの勉強しますか？もう何やっていいか分かんない。麻雀ちゃんたまメンテだと。お姉ちゃん大好きなら全然言える。お姉ちゃんいないもん私。何大好きって。スタート地点、スタート地点はサムネのあの一番最初のとこだよ。全然まだまだ。おたいちゃんはやばい。 You are great and fantastic player. Thank you. 海外人気。あーう嘘、今の落ちる。あれ、やっぱ酔ってます。まだ酔ってます。お酒抜けきってないわ。何時まで飲んでたっけ。保存すな、やめとけ。ボコボコにされるよ。また褒められた途端にミス。よし、ボールの上までは登って。やめてやめて、出さん出さん、そんな切り抜き動画出さん。絶対嫌だね。せめてあのみかんのとこまで1回くらいは行きたいね今日。おへへ。
こんなとこ登れんわって思ってたけど、やってやってなんとかできるもんですね。月一で住んでる、月一何かをやらかしたのか、やらかしているのか。あ、待って登って、頑張れ。おっしゃ、給料みたいな感じで、え、月一殴らせてよみたいな感じなの月一ちょっと殴らせてよ。卓球代わりに卓球、肩卓球、鬼ちゃん大好き、いいですね、言えますね鬼ちゃん大好き、しかも日本語やないか。I can read 漢字。おー、great、excellent。いや、お兄ちゃんはちょっと。あう。お兄ちゃんは大好きの部類に入らんのよ。ロリボイスわからんのやって、私は鼻声がなんやっていうやつか。 DV は良くないね、早めになんとかする。真面目な答え来たぞ、頑張れコブダイさん。鬼鬼、あはー、むちくって鬼、鬼ちゃん、鬼鬼鬼、鬼ちゃん、どうやって出すの、ロリ声って。ロリ声わからんよ、私には。あん、ドゥートロあー、ちょっと待って、あー、ちょっと待った落ちたわ。 How to doHow to do lolly voice? キャー、ピピちゃんに教えてもらって。ピピちゃんの真似すればいいんか。ちの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 、どれどれ、おにちゃん大好き、お兄ちゃん、おにHow to do lolly voice? 意外とうまいなんだって、ハム太郎みたい。へけ、明日はもっといい日になるよね。へけモノマネうまい。あ、じゃあモノマネやろ今日は。ね、何が、あ、ドラえもんがまずできるでしょ。あん、のび太くん、のび太くん、おじゃる丸、お、リンボ、うん、ちょっと違うこれ、リンボ、マロ、マロの、マロのプリンはどこ、うふうふどない、うーん、落ちる、なんで
ドラえもん似てるやろ。のび太くん、ちょっとのび太くん、のび太。ああ落ちる。なんで似てる。ママ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 。え？どんなよ、スネ夫がわからんのやて。ノナちゃんになってる。コメちゃんに謝って。どうして？クレヨンしんちゃんってなんだっけ、どんな。は？マジ？ドラえもんよりおじゃる丸のがうまいの。本当に？ま、え、おじゃる丸ってどんなのがいいかな。あ、クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんってどんな？あんまり見てないな。見ればっていうやつか。どんなセリフがある？ま、どうして、どうして、待って、あよし。ママ means mother in Spanish。Yes, yes, mother, mother。ドラマは昔の声しか知らん。そうなんだ。痛風連打さん、おはようございます。そんなセリフない。そんなセリフがないことだけは私にはわかるぞ。うまいという、似てる？あ、待って、どうした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 よしよしよし。このアーカイブも消えるか。アホなことやって。一姫？ロジャー。ツモ。ピーフ。え？ニャンプ。ツモ。ニャンプ。イーペーコ、ニャンペーコ、ニャンペーコ、ドラ、うっ。あれ？嘘。なんで？赤木お願いします。ロン、ツン、ドラ。この感じ。一番低いよ、私この声。ロン、ツモ、ドラ、ドラ、ドラ、ピーフ、ダイヤモン。一姫はなし。トイレの、トイレの音姫ってなんだ？じゃあじゃん、じゃあじゃん。赤木坊ちゃんじゃん。あ、おはよう。おはよう。きれいお嬢さん、おはよう。その、笑い。その笑い？え、坊ちゃん。坊ちゃん、坊ちゃんだよ。坊ちゃんってどういうセリフ？僕、坊ちゃん。ピヨリの声。ピオリ、なんだっけ、どんなこと言うかな。幸せを運ぶ。あれもだから幸せを運ぶ。ピンクの鳥さんだよ。違うな。もう1円切れてますよ、すいません。違う。お嬢さん、私？あーやーい、やー。ありがとう。恥ずかしい。二度とやらないで！なんで！張り倒しな。
そうよ、今日はモノマネ枠。さっきピピちゃんの真似もしとったわ。いい方来たよー、みかん待っててね。ひっぱたくならなかった、ひっぱたきたくならなかった。おじゃる丸、結局おじゃる丸に戻ってくる。うふ、これ電波、あ、みかんが近づいてきた。あ、ちょっとあの、もしもし、あの、そういうとこ違う、あ、やめて、邪魔。ピピちゃん似てた。ピカチュウか。ピカチュウはなんだ？ピカチュウはピカチュウ、こんな感じか。うっふっつってる。うっふ、プリンプリン。ピピちゃんも、ピピちゃんも私の真似をする。ピカチュウ似てる、ほんま。それはロリの声。ロリの声なの。おーじょ、じゃないよ。え、ピカチュウ、ピカチュウかわいい。マジか、ピカチュウの方が似てるの。あれ、私ドラえもんだと思ってたんだけどな。おかしい、おかしい、おかしい。飛べるか、いけるか、王子。マジ頼むって、ジャンプして。お、いいね。とりあえず来た。ちのちのちの。こんな感じじゃなかった。ドラえもん似てない、ダメ。新しい方だよ、新しい方、今の新しい方。ちのさんはピカチュウ、ピカチュウすごい、ほんま。ピーカえ、どうぞどうぞ。かあの、クオリティが毎回変わっちゃう気がする。あおじゃる丸3時間配信、昔の方世代じゃないよ。何ね、もしかしてちのさんは声優。 No 素晴らしい。No. ピカチュウおじゃいます、ピピさんが使える。マジで、マジで言ってるか。よいしょ。お兄ちゃん大好き。お兄ちゃんになっちゃった。もうなっちゃったわ。ああ、シャルロットさんおはようございます。お兄ちゃん声優なれる、マジか、ありがとうございます。目指したことはないですが。ピオリ隊長は二度とやらないで。なんで？プッチューバー、プッチューバーつってる。ああ、もちだ、もうクソ。ノー、嘘、マジ。あなたの声は、素晴らしい。グレート声優。笑う。Thank you. いや。いつも違うゲームやってますね。ちょ、それおかしいな。それシャルロットさんが見に来るタイミングがちょっと、あれなのかも。だいたい麻雀だからね、私。おじゃる丸とピカチュウ好き。ありがとう。ピンクの不幸な鳥です。ロリの声は、おかえり。なさい。お兄ちゃん、ご飯にする、お風呂にする、それともお兄ちゃんだか。おかしいから、お兄ちゃんが。うん、あっ、はあ、YouTube くんに保護してほしくねえわ。
四つ目くんかほごん。お兄ちゃんにご飯作らん。日本文化がいろいろ伝わっている。あ、そうだね。ご飯にする、お風呂にする、それとも、ちょっとうまいとこ降りれないんだけど。おかしなそうだよ、お兄ちゃんはおかしいよ。住所怖すぎ。いらんいらん、そんなお兄ちゃんは。そういらんやろ。ご飯にする、お風呂にする、帰れ帰れ。ちのさんはお姉さま。うんうん、あはあ、どや、いいじゃん。てつん、ちびまる子、たまちゃん、あたしゃ、なに、セリフくれ、セリフ、セリフ、あの台本、台本って十何歳以下みたいな子供の設定にしてないのか。私も疲れたよ。もうわかんないよ、ちびまる子の声が。たまちゃん、私も疲れたよ。どんなんやったっけ。おばあちゃん降臨しちゃったわ、ごめん。おばあちゃんじゃよ、おばあちゃんなんじゃよ。おばあちゃんだったわ。その笑い、ヒントに、え、本当に好き。おばあちゃん、おばあちゃん、グランドマザー、おばあちゃん is グランドマザー、ジャパニーズ say おばあちゃん。危ない。うん、よ、この調子で気抜き曲あげません。いやいや、なんか朝から飲酒できるあれがあるといいかもしれんね。面白いかも。うるさくできるし、朝なら。モノマネしながら、いや、モノマネの方が簡単。さっき歌歌いながらやったけど、歌の方がむずいわ。おー、グランドマザー。おばあちゃん、そう。おばあちゃんは、ババ。ババ。いつか切り抜いたら嫌だね。いや、そうだね。一回ダウンロードする。ジャパニーズセイ。バーバ。バーバ。バーバね。はいはいはい、バーバ。おば？画面収録とかできる？あん！いえ？ごめんな、ソーリー。それは、難しい。おー、イエス。ジャパニーズ say おばあちゃん is English で grandmother。バーバ？うん、まあ、バーバとも言うか。おい、登れ。なんで。よし。モノマネのリクエストか。面白いかもしんないな。いや、いやいや、気をつけて。発声抜群。にゃっ。お。にゃっ。ちょっと待って、お願い。おい。お、なんで。待って、
ナイス。違いは何ですか？おばあちゃんと、あ、ばあば？どうなんだ？正式なのが、おばあちゃん。Mother! Mom! みたいな。Mom! Mother! おばあちゃん。ばあば。正式なのがそんな感じなのかな。おーおいちょちょちょ、無理バーバイズベイビートーク、はいはいはい、バーバーベイビートークか、なるほどね。なに、勢いで行ってみるか。1、2、4、5だショック。なるほど。ちのちゃんはちーちゃん。はいはい。Thank you so much! You're welcome!みかんまでもう一回行きたいね。雑なんですけど、雑です。あれ、はいはい、はい、ナイス。え、嘘、なんか別のルートないのかなやだよ、酔ってる。若干まだお酒残ってる感がある。テンションがね。シラフじゃないよね。わかんないでーす。光彦はなんだ。はい、灰原さん全部私の声じゃないかこれ。でこやまこちゃんさん、いらっしゃい。ヒッヒッフー、ラマーズホーやん。戻ってきた。ちのちゃんが光彦。なんでしょう。ね、ほんとやれないの。今だって食パン、ドキンちゃん今誰だ。なんか変わったよね。モノマネの方がハードル低い。いや、全然低い。アロクさん、いらっしゃい。歌の方がハードル高いわ。モノマネの方が全然大丈夫。えへへん。おやい！ドキンくん。ドキンちゃんにしてあげてよ。え、全然モノマネの方がいいです。質問は何ですか？質問は何ですか？なんだろう。モノマネしてるよって言えばいいのか。モノマネって台本渡したら
あ、コナンくん、あれか。あら。あら、コナンくん。灰原さんは難しいわ。ドラエさん。ビフォーアフターのナレーションもワンチャンなんということでしょう。匠の手によって何もない。なんということでしょう。そんな私の声なんだけど。なんということでしょう。匠の手によって。わからん。その人がわからんよ。お兄ちゃん。それだけはやめとこう。質問があると聞きました。なんだろう、質問がある。え、どこの話やろうね。質問がある。どこだろうね。なんだろう。わかんないぞ。質問わかんない。ソーリー?アイちゃんとシェリーの声を変えながら話し、シェリーって誰？え、厳しくないよ。いやいや、厳しくない、全然。一緒だよ、みんな一緒。ドラエさんだったから、ドラエさん。ジンくんって、え、シンジくん？わからんわからん。あれか、なんかミサトさんとかいう人が出てくるやつ。あんまダメ。いつものことだよ。多分私は間違って、おそらく誤解があった。Yes! 多分そう。多分。大丈夫。No problem! シェリーは大人バージョンの、なるほどな。やつはコブダイさんに対しては厳しいわ。磯野中島くん。野球やろう。やったことないんだよ。アニメ見てないから。なるほどね。ごめんなソーリー、大丈夫よ。磯野。なんで似てるんだよ、中島が。やったことねっつの。みんなで私のできそうなモノマネを発掘していく配信。あ、ちょっと、あ、ちょっと、おー、うまい。いいその。宿題化して。いいその。野球やろうぜ。誰なんだよ。ドラえちゃんがあるからいい？なんかドラえもん似てないって言われたんだけど。嫌です。それはやりません。こっちの音量下げ忘れて一瞬だけびっくりとした。クリアさんおはよう。シェリーさんが誰なの？尋ねる。あー！ノーノー、嫉妬ではないですね。名探偵コナン、Do you know Japanese animation? 名探偵コナン。難しいな、英語。あ、飛行機さん、こんちの。え、嘘 ?2 回目ごめんごめんごめん、ちゃんと言って、ありがとう、ちゃんと言ってくれた、ありがとう。それ大事大事。2回目な。OK? どこ ?1 回目どこ、探すわ、ちゃんと。嘘、本当に？え、前の配信か？前の配信ってこと？嘘。前の配信？ちょ、ごめんごめん。いや、厳しくない。みんな厳しくないよ。大丈夫。え、そんなに厳しくされたくない。優しくされたいですか？知り合いの人のモノマネわけわからん。あ、そう。私全然アニメ見ないからね。ドラえちゃんの交代は次私。ドラえもん似てないって。モノマネのリクエストいっぱいで、いっぱいしてって流れた。ごめん。ごめんごめん。2回目大事。
千葉師匠？どんな声だ、千葉師匠。お見事なのじゃあ。ヤンカンカンウーマンとカンチーソーの比較だね。難しいわ。千葉師匠さ、すぐ私閉じちゃったからな、ね、一回だけ見に行ったけど。優しくしてほしいです。切り抜き許可、切り抜き許可は出ません。血の逆の時だけ厳しい。優しさに飢えた獣しかいない。え、本当にごめんね。2回目大事だよ。言って言って、ちゃんと。多分昭和のドラえちゃんしか知らないの。そうそう。え誰やね。レパートリー、レパートリー増えない。うっすら似てるけど二度とやらないで笑う。ショタについて熱く語る。私知らないんだよな。ショタについて熱く語る師匠知らないです。でもなんか鼻から抜ける感じだよな。お見事なのじゃ。難しい。令和のドラえもん結構厳しい。本当だよな。優しくしろよ、逆に。なんでこんな厳しくされてるんだ、私が。全然増えないわ、私のレパートリーが。ピカチュウとおじゃる丸だけだわ、結局残ったのは。点数にして2点ぐらいです。俺も物前には厳しい。なんだって。じゃあ私はみんなに厳しくするわ。全部似てます。だからといって切り抜き許可は出ないぞ。ねえ、お願い、ちょ登ろうよね。ほい、はぁ、うるさい、黙れ。ここばっかりやもん、ずっと。あーね、私がさ厳しいけどドラえもんはそっくり。コブダイさんはドラえもん似てないって言ってるよ。難しいな、人によって判断が違う。まあ、そういうもんだよね。あ、嘘、今いけたと思ったのに。お腹減ってきた。もう小舞台さんは昭和しか知らない。そうなんだよ。なんで私がこの麻雀依存症の私がツボをやってるか。それはメンテだから。毎週見てるから。あ、逆にね、二人とも令和やんけ。個人的には1おじゃる丸、2ピピさん、3ピカ。へえ。みんなおじゃる丸を逆に見てないとか、だから似てるように感じちゃってるみたいなとこありません？昭和知らないの？そうか。のび太くん、結局ツボに落ち着くのであった。おじゃる丸似てる？ほんま？おじゃる丸が一番なの？複雑複雑。夕方までメンテ、8時じゃなかった？なんかめちゃくちゃ似てる。叫んでるドラえもん、叫んでるドラえもんそのものかと思った。マジか。まあ、なんでもおじゃるの全話。なんかこないだ見に行った雑談配信の方が言ってたんだけど、おじゃる丸のね、
いつもの時間で流せないおじゃる丸が誕生したらしいよ。おじゃる丸のなんか成人バージョンみたいな、めちゃくちゃでかくなるやつ。15歳やったっけ。なんかはなかっぱ、はなかっぱどんなんやっけ。お母さん、え、春夏秋冬朝昼晩、どんなんだっけ。待って、なんかクレヨンしんちゃんっぽくなっちゃう。あ、17歳だっけ。うすい、うすい幸男、29歳独身どんなんやったっけどうして。ミルクティー、違う、紅茶のパックをこうやって乾かしておくのよ。そうするともう一回飲めるの。ジョセフローン、あだおじゃえもん、やだよ。なんでやねん。薄い幸男の方がまだ似てるか。セーラームーンで変身してください。いや、わからんわ。セーラームーンはね、声をもう覚えてないね。叫んだらドラえもんってこういうことか。声量似てるわ、笑うわ。セーラームーン、まあ世代なのか。今でも全然セーラームーンってあれじゃん。え、でも全然覚えてない、さすがに。え、セーラームーン、どんな声だったか全く思い出せん。セーラームーンの歌はわかるか。どんな歌やっけ。あれ、セーラームーンの歌ってどんなんだっけ。ほっ、わぁ落ちる、ダメ、ダメ、よくしょ。おねいっす、月に変わってお仕置きよ。そこしか思い出せんやん。自分でコメントしてた。あ、ごめんね素直じゃなくて、夢の中なら言える思考回路はショート寸前。ラムちゃん、ダーリン、わからん。どんな声、ラムちゃん。惜しい、ラムちゃん。ラムちゃんむずいな。お仕置きじゃみたいな。でも、あスタート落ちて。5秒だっちゃにしよう。全然それぐらいいいもん、いいもん。あれに比べたら全然。お仕置きだっちゃダーリン。昭和のアニメが大体わかる、ちのちゃんの年齢は。永遠の20歳。あれ、なんのことだか。え、千葉さん、これが？これが千葉さん？あそういうのはちょっと違う。千葉さん、
お見事なのじゃ。鼻からちょっと抜ける感じだ。ねえねえねえ、真っ二つ、意見が真っ二つ。今の似てた、ちょっと似てない。笑う。意識すると似てないね。だって今の、は？くそー、なんなんだ今日は。あー待って、勢いでいけ、このまま、いけ。ここからさ、スタート地点に落ちることはないの。もう無理だよ。ごめんみんな。私はもう何も似てない。動物系。猫なら。猫はね、マーオがいいんだよみんな。飛行機通ります。まあ、マーオ。みゃー、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 落ちるんだが、喧嘩する前のやつ、そう。通常向きの。わあ、喉痛くなるときゃ、喉痛くなっちゃうこれ。マーオ、マーオ、みんな猫はマーオで。おし、いいぞ、引っかかった。おー、ナイスー。うまくてくさ、マジ。猫が一番似てる説、ワンちゃんある。はい。はい、ひふーひふー。難しいわ。バイキンマンこそあれ男の人やんけ。あっ、CM が流れてる。CM が流れたんだが、あ、いい。バイキンマン、バイキンマン男だから難しかったな。ダウンロードしてもらって、なんかダウンロードのあった。ふふ、ういじょー。なのこちゃん、今 BGM の BGM、 私あの YouTube を直接開いて流しとるんで、YouTube のあれが終わって CM が流れ始めちゃった。あ、これ麻雀ですか？いや、そう見えるなら麻雀でもいいです。ハロー、いらっしゃい。大人の時代で知らないふりをしてるだけだ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。真面目に答えちゃったわ。コチノさんね、あんまり冗談が伝わらないので。よいしょ。本当に本気で答えるんだよな。お、なんで戻るじゃん。なんで BGM ダウンロードしないの、めんどくさいから。あ、バレとるわ。めんどくさいからです。やばいやばい。誰も大人のお姉さん系リクエストしない。あー、確かに。どうしてリクエストしないんだい。誰だ、大人のお姉さんって誰。いちいちリロードする時間でダウンロードできるって。
子供の女の子なのか。何に対してもね。ピュア良き。私さ、あのモデレーターこの人タイムアウトしてってノリで言われたのにさ、あれ本気にして本当にタイムアウトしたことあんの。タイムアウトしたらその配信者さんにめちゃくちゃびっくりされて、ちょっとちょっとちのちゃん違うからみたいな、やめてやめてっつって。峰不二子、峰不二子だ、ルパン。そんな感じ。シェリーは分からんもん。大人の灰原さん、私知らない。あー落ちる、あー落ちる、うー。色気ある声見るかと思った。絶望的にお子様、あーうぜぇ、うぜぇわ、生めかしい声出る。ちょっと無駄に生きてないからね。あ、待って、冗談とボケは難しい。あー、そうよね。モデレーター、この人タイムアウト。はい、わかりました、タイムアウト。そのタイムアウトした人はカンタさんなんだけど。さあ、私、麻雀プロをタイムアウトしました。すいませんでした。めちゃくちゃ謝ったよ、あの時。あの時は、配信者さんもめちゃくちゃ謝って、カンタさん、ごめんなさい、ごめんなさいって。私もその時は、別にカンタさんとそこまで仲良くなかったから、DM 送って、冗談と思いませんでした、みたいな。じゃ、マジに捉えました、すいません、つって。二階堂の夫婦、ごめんなさい、ね。二階堂さん、あ、え、この、ジャンタマのやつか。ごめんなさいね。違うか。ちょっと違うな。気持ち悪い。ちょっと自分で言ってて恥ずかしくなってくる。ごめんなさい。こんな感じか。恥ずかしいから落ちるだろ。やってる方が恥ずかしい。あ、ちょ、そっちの系はやっぱ恥ずかしいんだわ。わかった、わかった、わかった。恥ずかしい、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 わかった。やめよ。大人の女はやめよ。二階堂さんですか？二階堂さん。ダーリンの方がハードル高くない？全然。え？分からん。あー！勢いでいけ。もうめんどくさいな、ここ。はい、登って！あ、違う。あ！二階堂さん、雰囲気悪くない。大人の女はやめよう。すごい発言だ。峰不二子で？ルパン？ルー。やめよ、ちょっと恥ずかしくなってきたって。大人の女はやめとこう。そういうことじゃなかったわ。ごめんごめん。今日のアーカイブ消えろうかな。消えろうかな。消そうかな。やだ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 。だい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 。うわ、大人のお姉さんリックだけでやめてください。峰不二子路線ワンチャンあると思います。あはほら、変なこと言うから、変なこと言うから落ちるでしょうがよ。絶対消すのは許さない。怖い。声だけでも。ナイスバディに。ナイスバディ。アーカイブを消す悪い癖を直せ。マージャン強くなるよ。マジで言ってか。うえ。ツボは大体さ、なんか雑談が多いからね。
色っぽいお姉さん系もいい。色っぽいお姉さん縛り。やだな。恥ずかしいわ。お、ヘロー、マイレディー。キス for you, thank you. キス。恥ずかしいで。照れくさいやつ。なんか海外の VTuber さんって結構なんか投げキッスみたいなやってるね。あーノーショック。色っぽい、ツヤ？ツヤっぽいか。え、色っぽいは読めんかそれ。もうな恥ずかしい、やめよ。シチューボぐらい恥ずかしくなってきたわ。これツボに乗ってるキャラクターチノさんすればいい。これよいしょ。なんでここ難しいの。そんなに難しいっけ。うん、ご飯何食べようかな。元気です、お元気ですか。 Yes Thank you. I'm fine. I'm okay. あれは舌打ちなんだよな。昨日めちゃくちゃ豪快に舌打ちしちゃったわ。チーして怒られたから。なんか英語の発音、英語の発音だけ自信があります。どういう経緯で、全然わかんないです。いや、お腹空いてきたよね。朝ごはんも食べてないし、何食べようかな。サラダチキンはみんなファミマが美味しいよ。サンパウリスの日にしてもらえ。なるほど。友人戦やろうかな、誕生日。何やるみんな。ねえ、登れやん、そこ難しい。なんな、イラついてきたよ。ないよ。あったわ、七五。禁断症状出てきたね。あ、ダンデライオンさん、お久しい。いらっしゃい。ファミチキ？ファミチキはいらんな。チキン、スティックサラダチキンが美味しいんやって。ちのちゃんが粘ってるから、俺も、壺乗って上登るか、これ。一緒に頑張ってくれてる？師匠 VS チノ VS チノサポーター友人戦。なるほど。あれじゃん、あれみたいじゃん、空犬さんとやったやつみたいや。昨日ちゃんともやってね。あ、ダメじゃん。ティアモってなんだ。あれ、もう全然登れん、ムカつく。ここどうして登れん。勢いでいく。あ、お願い、お願い、勢いで。もうやめていいかな。あ、そうそう、ソライヌさんやってた。ローソンの金服明太サラダ。いや、それ食べたな。食べたけど刺さらんかった私。6万縛りね、言ってたけど、どうしようかな。なんじゃいとはなんじゃい。刺さらんかったんや。しょうがないやろ。明太子大好きだけど刺さらんかったわ。ちょっと。刺さらんね。なんでやろね。なんで？
お。お。お兄ちゃん大好き。約束したからあーうるさい、約束したからしょうがない、ごめん誰かタイムスタンプ押しといて、 XD さんのために。私がお兄ちゃんです違うやろが、まさかここまで戻ってくるとはな。いや、スタート地点まで戻ったらそういうセリフを言ってくれっていう、スタート地点まで戻ることないやろってやってたの。初期値はおめじゃないおめじゃないんじゃ。はあ、だからロリ声とは一体何なのか、ちょやだよ、金服の明太子マヨはちのちゃん的にどうなん？買ってないかも。あんまりね、あのマヨネーズとか、なんだろう、明太子クリームとか混ざったものがあんまり好きじゃないんだよね。だから明太子パスタも本当にただの明太子の、あのバターと醤油ぐらいのシンプルなやつが好きなんよね。だから明太子マヨは買わないかもしれない。ピンクの鳥もスタートにも伝えたからなんかあの人明太子、それこそなんかやってなかった、ご飯に明太子乗ってたよね、この間ツボで。よくわからんかった。博多弁になるやつか。なんでこんなむずいの。めちゃくちゃ声かわいい。せやな。ピオリね。なあ。ピオリ。コラボしたいんだけどね。麻雀の。七歩は前はめっちゃ恥ずかしいな。つか感覚バグってる、マジか。いや無理無理無理。そこまで行きたくないわ私。そこまでバグりたくない。なんなの？ワウッ！慣れって大事ですね。ピオリ隊長、女性だったのか。そうですよ。買います。笑う。あの人はきっと腹黒いから信用しちゃダメって偉い人言ってた。あー、なるほどな。いや、いいです。いいです。なんかそういうシチューボとかはさ、どうなんやろね。あんまり直接的なシチューボってなくない？ある？あるのか。甘い！きたー！はい！バイバー！
ダウンロードコンテンツで売ればいいんだね。ピビちゃんのやつな。私はやらんよ。あ、は？ピピさんがやったやつ。なんだ？え、その失望ってこと？絶対やらない。そうなんじゃない？あーもう男だったのね、どういうこと？なんで？1時くらいで終わるか？